お前んちはこっちかイアリス。早く早くご両親に挨拶する。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうな。興味ないね。興味ないね。ダメだね。頼むよ。ダメだね。ごめんね。今彼氏とデート中だってわからないのか。バカがてめえ、ほら。どけよ、おい。エアリスとデート中なんだよ、おい。お店、たまに手伝ってるんだ。あ、そうなんだ、エアリス。いい子だな、エアリス。エアリス。は？誰だよ、俺のエアリスに。またそんなとこ、登ってる。どっち？マコールが見えるかと思って。お前の隠し子か。この人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。そうだね。この子は麦。麦？麦ちゃんじゃん。ケイオンに出てらっしゃった方ですか。お前もエアリス狙ってんだろ、このクソガキ、マセガキがマジで。あいつもエアリス狙ってるぞ。絶対にあげないね。すごい、ここは孤児院が近くにあるんだっけ、教会の近く。だから子供たちが多いのか。エアリス、みんなここで触るな、俺のエアリスに。マコールを見てきた帰り。何見つってんだよ。先生がエアリスを探してたよ。邪魔だキッズども。なんだろう、ビーフハウスに寄ってほしいって。俺のエアリスだぞ。じゃあ一緒に行こっか。なんでこいつらも一緒なんだよ。おい、ふざけんなよ、デート中だろ。このクソガキども必要ねえだろ、エアリス。なんで、なんなんだよ。来んな、クソガキども。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。お前たちは来るな。なんだこのクソガキ。俺は今日も人気者だな。俺は俺の女と勝手に話しかけてんじゃねえぞ、てめえ、マジで。まあ、元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。何話してんだよ。いつでも言って。誰が話していつった、俺のエアリスと。どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。おい、なんだよ、危ないやつじゃねえよ、お前バカ野郎が。おかえり。ただいま、エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、わ、中堅スタンプついてるエプロンに。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。君は？君何書いてるの？君は、え？あー、ツインテールだね。いいね、興味あるね。君は？おおお、水がかかったのか、あいつ。水かけちゃったんやろな。いや、いろいろアクションがあって面白いな。こっちか、すげえな、5番スラム。お花好き？考えたことがない。興味ないね。花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどう？ティファにあげたね。これは誰かにあげた？ティファにあげたね。え、誰に誰に？好きな人だね。覚えてないはないだろ。なんだ、本当かな。覚えてないね。あんたには関係ないね。俺がティファのことが好きだってこと、それと同じぐらいあんたの方が好きだ、あんたのことが好きだってこと、あんたには関係ないね。もうここら辺はすごい暗いけど。暗い。こんな場所に連れ込んでどうする気だ。エッチなことが始まってしまうのか。この道を抜けたら私の家。結構遠くない、お前んち。お母さん紹介するね。お母さんに紹介しろ。お母さんを紹介するな。お母さんに俺を紹介しろ。エアリスんち遠い。エアリスんち遠いんだが。でも花だらけだ。お花があんまり咲かないとか言ってなかったか。すごいな。すごい。え、お前んちすごくない？お前んちすごいぞ。かわいいぞ、これは。お花だらけじゃん。いい家だな。想像以上にいい家だぞ、エアリス。どうぞ。うわ、おしゃんじゃん。おしゃん。ただいま。ボーイフレンドのクラウドです。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。ボーイフレンドです。私のお母さん、エルミナ。はじめまして。こちらクラウド、ボディーガードなの。こんにちは。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。ご飯食べていこう、クラウド。クラウド、7番街行くんだよね。ここで暮らしてもいいかもしれないね。ああ、送ってく。送ってくって何？ここまで送った意味がない。確かに、ここまで送った意味ないよ。どうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。俺のこと心配してくれるのか。
迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺のことをよくわかってるじゃないか。俺も何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていい子だよ、エアリスは。そうかい。でも明日にしたらどうだい。明日にしようよ。今から行って帰ってじゃ遅くなる。そうだよ。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。確かに。だね。クラウド、いいよね。もちろんだね。待て。いや待てって、強がんなよ。リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。興味あるね。お母さん聞く。待て。カゴを取ってくるからちょっと待ってね。デートのこと言われるとこだったぜ。はじめましてお母さん。まったく慌ただしい子だろう。いい子ですね。あんた、いや何でもない。この目か。魔法の目だ。これはソルジャーの目だ、うん、どうした、抜くなよ、うん、こいつクラウドで抜いただろ。お邪魔するぞ奥さん。今日の晩飯は何かな。クラウド、オーブンがあるじゃん。すごい、かぼちゃだ。すごい綺麗にしてる。不審者だ。エアリスはどこ行ったんだ。いい家だな、おい。いい家だな。いろいろ見てもらっちゃう。エアリスちゃんのお部屋はどこかな。エアリス、どこにいるんだ、エアリス。あ、こっちにも扉があるし、あっちにも扉があるけど、こっちには入れなくて。ここも？エアリスは？上か？ここじゃないもんな。どこ置いたかな。何を探してんだ、エアリス。ゴムか。ゴムのこと言ってるのか。エアリス、ここだ。絶対ここだもんよ。入るぞエアリス。え、いないじゃん。イナリスなんだが。花か。花か。お待たせ。おお、後ろにいたのか。はい、これ。え？持ってたやつ、オープニングで。はい。うん。じゃあ出発。デートじゃん。好きになっちゃうやつ。行ってきますお母さん。デートです。クラウド君カゴ結構似合ってるぞ。自慢のお花たち。俺にはどの花よりもお前が一番綺麗に見えるね、エアリス。ここ何マジで。え、庭なのかこれ。え、すごいぞお前の花壇。すごいぞエアリス。これこっちに行ったらダメ。こっちも見たいね。でも今はついていくね。どれがいいと思う。どれでもいい。そんなこと言わずにさ、選んで。俺が選んでいいのか。ああ、選べるのこれ。おお、花畑の近くで三角を押すと花を摘むことができるね。どの色の花を選ぶかでリーフハウスの飾り付けが変わるかもしれないね。まずは手当たり次第に。私が開けたやつだ。そうだったか。そうだね。もしかして気に入った。別に聞きに行ってないね。あ、これめっちゃ、そんなに摘む。いや、全部黄色じゃん。ちょ待って。これ以外はもうちょっと必要かな。次どれにする。こっちにもあるんじゃないか。もう取っておき。あ、こっちはダメなの。なんでだよ。白いのは、いや、あっち奥が、奥もいいな。わ、これはセンスない。もう猫じゃらしみたいな。センスないね。この白い花。あ、ここだけで選ばなきゃいけねえのかよ。おい、選択肢少ないだろ。猫じゃらしとこの白いやつと黄色いやつと赤いやつは。おい、ここ三択しかないじゃん。サンタクロースじゃん。いいね。いいね。花言葉、純真なの。かなり貴重だね。純真。ああ、いいじゃん。いいね。まだ集める？多めにって言ってたし。もう少し？もう少し持っていこうか。三種類にする。いやでも黄色、いやもう黄色多め。果てしなく黄色多め。猫じゃらしはセンスないから。猫じゃらしクソほどセンスないからな。やはり黄色い花にしよう。完璧だね。完璧だ。これでよし。リーフハウス。リーフハウスどっち？あっち？あっちだリーフハウス。おー、エアリス。行くぞエアリス。クラウド君、お花。クラウドさん。忙しくていいから優しく運んでね。お花に合ってますよ。仕事だ。そんなことないよ。人気出ると思うな。人気出るよ花屋のクラウド。花屋のクラウドしようよ。あ、ちょっと走れるね。小走りができるね。お花どんな風に飾るのかな。さあな。興味ないね。見に行こっか。興味ないね。
さあ良い子のみんな、お花を持ってきたね。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ。街見てきたら。あ、街見てくるやつ。いや、お前と行きたい。エアリスが行っちゃったよ。一人にされちゃった。ああ、エアリス抜けたじゃん。おお、街見てこいって言われたけどよ。どうすんだよ。あ、でもあっちの方とか見てないからな。お、メスガキ見つけた、メスガキ。待て待て、メスガキ。待て、メスガキ。メスガキ待て。あ、君は？おい。お前は。エアリスは？リーフハウス。あいつエアリスのこと大好きだろ、絶対。マジかよ。あいつのこと追った方がいいんかな。追った方が良さそうだよな。ふーん、エッチじゃん。ふーん、上も下もエッチじゃん。エッチだね。あ、エアリスおるやんけ。エアリスキッズが。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人。タイ病気なんだって。あ、あと203号室のセフィロスくんちゃう。心配だから。通称セフィロスくんじゃない。私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。俺の隣の住人なんだ。うん、声がめちゃくちゃうるさい。このキッズ結構いいやつじゃん。エアリス帰ってきたわ。おお、お前こんなとこにもいんのかよ。なんで？クラウドさん。なんで？お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。なんでお前ここにもいんだよ。クラウドさんには僕の研究に協力していただいています。面白そう。私も手伝う。いいのかエアリス。総合データの検索を開始します。おや、おかしいですね。あなたのデータが存在しません。何それ。通信障害でしょうか。まあクラウドさんのお手伝いなら歓迎です。はい、またお手伝いする羽目になったわ。しょうがねえな。クラウドさん、重大なお知らせです。重大なお知らせ。不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。マジ？召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。マジか、召喚獣増えちゃう？召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い、打ち勝ってください。マジかよ。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。召喚獣バトル。うわ、なんかシバじゃないのあれ。これ多分シバでしょ、絶対シバと戦ってんじゃん。新たな VR ミッションが解放されたと。召喚獣バトルができるという感じで。準備ができたらお声掛けください。VR ミッション、ちょ行こうぜ。召喚獣芝模擬戦行くっしょ。やるしかないっしょ。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。バトルシミュレーター、これをつければいいのか。タクヤさんじゃん。クラウドさん、タクヤさん、クラウド説出たな。おお、芝目に悪いぞお前その格好。おさらに戦う者たちじゃん。BGM 確かそんな感じのタイトルだよね。イフリート出せよ、イフリート。VR でイフリート出そう。おお、これ突っ込む。あー、クラウド何これ。は？クラウドがなんか凍ってんだけど。クラウド何やってんだよ。やばい、クラウドがなんか直撃する。クラウド、クラウドさんまずいっす。ちょっとこれはまずいことになっているね。芝を見破れ。見破った弱点やっぱ炎でしょ。仮想空間上に再現された氷属性の召喚獣、星の傷を氷によって癒したという女王を具現化した。現在も星の北部には永久凍土が存在している。攻略情報は検出できないと。でも炎、ファイラでゴリ押すしかねえだろ。くらえ、いいんじゃない。やった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 。今のうちはクラウド、これなんかの状態上かかって、ブレイクできる。ヒート中だから、ブレイクできる。ブレイクバーストしろ。おお、美しいな、ここで止まるの。さらにリミット強切りだわ。これは決まった。クラウドさんさすがっす。おお、つえアビリティも使おう。今のうちにブレイバーじゃない。叩き切る2連、叩き切りまくれ、叩き切る。おお、しょ、いいダメージ入ったね。やっぱバーストするのが重要だ。ATB ゲージが溜まるのが遅くなるのか、これ。
ダイヤモンドダストって一番やばいやつじゃない、あれ。エアリス大丈夫、あれ。ダイヤモンドダストってなんかめっちゃチャージ段階入ってるけど。おー、やばいやばいやばい。あ、サモンゲージ溜まったんだけど。え、イフリートって勝ちじゃん。は？なんかすごいことされてる。すごいことされてる。わー、死ぬんにゃん。死ぬにゃん。エアリス助けて。サモン、もうイフリート出そう、こっちは。召喚獣には召喚獣だね。いけ、イフリートパイセン。オーナーシャース。イフリートパイセン、オーナーシャース。こいつは強いね。相当強いぞ、こいつは。イフリートは。相当やれる。イフリートさんが振りかぶってるが、俺も負けてない。あ、ファイラーもう MP が足んねえ。MP が足りないときはどうすればいい。クリムゾンダイブだ。イフリートさん、クリムゾンダイブ1400が強い。終わったな。やった、シバゲットじゃねえ。お見事でした。シバの召喚マテリアが完成しました。さあ、召喚マテリアを受け取ってください。興味あるね。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。クール系でやってきたからね。神羅を倒すその日まで身につけていてください。やったー、シバ使えんじゃん。ロッキー。お、ショタキッズ待たせたな。こっちか。ここ子供たちの秘密基地。いつもは子供しか入れない。誰がキッズだ。それどころじゃないね。俺はキッズじゃないね。あんたたちには関係ないね。こんなところに。おい、クソガキどもおるか。何が秘密基地だよ。お、どうした。マギ帰ってきた。エアリスを連れてきた。もうクラウドも連れてきた。私たちに任せて。でもモンスターが出るんだ。安心して、この人すっごく強いんだ。ソルジャークラスワーストだからね。ソルジャーだ。黒服の男は分かんない。いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。そうだね。こっち。ロリショタの安全は俺が守るね。土管で遊びたいね。クラウドさん、ダメっす。クラウドさん、養子に戻ってる場合じゃないっす。ここから出ちゃったんだ。ここから出ちゃった、ね、ありがとう、ショタが心配してくれた。どこかな。この先に予想できないからな。探し回るしかない。うん、わあ、モンスターおるやんけ。やるぞエアリス。行くぞエアリス。ああ、こっちかエアリス。あそこ。おお、やばい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 。刺激しない方がいい。めちゃくちゃやばいじゃん。秘密基地の危機が過ぎるでしょ。さすがに危機が過ぎる。ロリショタが危ないね。今助けに行くね。クソガキおるか。クソガキたちどこや。どこにいんだクソガキども。ここはなんか無駄に広いな。こういうところってさ、ボス戦がありそうなんだけどないね。あ、クラウドもいるね。クラウドもいるね。俺のことを忘れ、あ、特にだよ。特に関係ないね。突っ込んだクラウドさん。クラウドさんさすが。子供たちの命がかかっているのに毒とか気にしてられないね。もう一回毒になってしまえば関係ないね。あんたには決めろエアリス。おーらー、やれやれ。いや、めっちゃ出てくるやんけ。いや、こいつ自爆すんだ。自爆する。下がれエアリス。やばい、エアリスが囲まれた。クラウド助けて。離れろエアリス。俺がここを蹴散らす。エアリスで遠距離でチバチバやってたら強いんちゃう。やれエアリス。食べろ食べろ。さっき食べまくれ。やれやれやれエアリス。ほらゼロ距離マガホー。今行くね。エアリス、それは俺の口が。あー、やばい、クラウドさん、何やってるんすか。クラウドさん、自爆に巻き込まれてしまったね。クラウドさん、回復していくね。回復してください。クラウドさん、さすがにまずいっすよ。あー、痛かったね。俺は泳げないね。待って。あー、やばい、エアリス。大丈夫か、エアリス。あちこち崩れやすくなってるの。あのガキたちはもう見捨てよう。その道路が爆発したせいだよ。誰のせいだよ。俺のせいじゃ。俺が行く。クラウドさん、さすがっす。おー、で、どうやって行くの。さすがっす、クラウドさん。飛べるのか、クラウド。おー、これはソルジャークラスファースト。さすがクラウドさんっす。ありがとう。かっこいい。照れるね。照れちゃうね。じゃあ、戻ろっか。そうしよう。戻ろう、お前たち。クソガキども、かっこいいだろ。ソルジャーに憧れたんだ、俺もそうやって昔。そうやってニブルヘイムから出たんだ。どうした、キッズたち。うわぁ、いいじゃん。あ、キッズたちは待て、逃げるな、逃げるな、クソガキたち。
逃げるなクソガキたち。やばい、こっちに、やばい、キッズたちがどこになる。俺が守る。キッズたちは俺が守るね。ここは絶対に通さないで。待て、この野郎。うわー、よし倒したけど、これ爆発するんじゃないの。いや、こいつは爆発しない。元ソルジャーなんだ。そうだ、ソルジャークラスファーストだ。戦争に行ったの。秘密だ。秘密だね。俺もソルジャーになろっかな。お、憧れたか。そんな簡単になれるわけないでしょね、クラウド。そんなことないよな、クラウド。なれるね。いや、でもなれないね。人気者だね。やったぜ。すごかったな。ズバッ、ズバッて。お前、すごかった。かっこよかっただろ。スパッ、スパッて。おー、クラウドさん。違うよ。ズバッ、ズバッだよ。もっと早かったの。喧嘩、喧嘩するな、子供たち。じゃあ、ズバッ、スパッだな。仲良しか。スパッ、ズバッだね。仲良しだね。な、クラウド。そうだね。でもソルジャーには簡単になれない。それは俺がよく知っているね。俺がよく知ってる。ソルジャーにはそう簡単になることはできないんだ。キッズたち、いいか。こっちこっち。あ、またまた、あ、ティファ。待ってよ。ティファ。ティファは人気者だ。ティファ。いや違うんだ、他の女とかいないんだ。どうしたの。いや、ティファってクラウドの恋人。最低っす、クラウドさん。違う、向きになってる。違う、関係ないね。あんたには関係ないね。俺がティファに片思いしてることなんて説明できそうにない。そっか、クラウドさん最低っす。女の前で他の女の話をするなんて最低っすよ、クラウドさん。ウェッジ、お前は黙っていろ。お、翔太、待ってたか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ秘密基地の入場証。助けてくれた俺。いいのか。エアリスとクラウドは大人だけどもう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。ありがとう。じゃあ早速遊ばせてもらうね。あ、待って、あそこでなんか、わあ、これいっぱい楽しそうなもんあるやんけ。仲間だからもらっていくね、モーグリメダル。わ、きつい。俺も滑り台がしたいね。わ、俺は登れないやつだね。で、こっちから乗るは登れ、登れ、あ、待って、幼女が来る、幼女が来る。幼女くゆー。おお、避けていくな。避けていくよ。誰、こういうとこに怪獣の落書きした子。ピエーわあ。ボルデモート兵だ。大丈夫、大丈夫だから。お前は203号室の。あ、大丈夫じゃないだろ。どう見ても大丈夫じゃないだろ。こんなやつ。似たような症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば、うわぁ、セフィロスクル。あ、来た。セフィロス。クラウド、お前は巨乳で決めてるようだな。貧乳はいいぞ。恐れることはない。貧乳を恐れることはない。セミロス、俺は巨乳派だ。何だったんだ、クソ、貧乳、何の話だ。あ、しっかり、クラウド、しっかり。エアリス、お前は見たところそんなにでかくないようだな。セフィロスを知ってるか。英雄セフィロス、5年前不良の事故で死亡。ニュースでやってた。俺が倒した。それ俺が倒したんだ、エアリス。生きているのかもしれない。あの時倒したのに、生きているのかもしれない。なんだ。行こう、クラウド。どうしたんだ、エアリス。もしかして神話に出てくるあの。なんだお前。なんだお前、生かしてんな。父さんが。あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。ソルジャーであります。あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。あの人、さっきのやつ、黒いやつ。ま、俺と一緒じゃん。クラウド、何でも屋の仕事する気ない。あるね。周りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ。マジかい。仕事になりそうな話もあるんだけど。私やりたい。まだ時間あるし。興味あるね。掛け持ち、頑張ろ。
興味あるね。いろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて。おい、今頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思う。おい、声かけろっつっただろお前。早くよこせ情報。情報よこせよ。クラウドの噂流しておくよ。はぁ、じゃまだなのかよ。仕事しやすいだろ。なんだよまだなんかよ。あ、違う違う違う、ここら辺で。おい、なんだお前、誰誰誰誰誰誰お前、突然どうした。モーグリがいる。モーグリじゃないだろ。いるのクポ。はあなたたちは選ばれし人だよね。俺のような痛さを感じるこのキッズ。モーグリのお店にようこそ。僕が天使のモーグリ。張り倒すぞこの野郎。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。はあ、興味ないね。モーグリのモグはみんなをどう見ても人間だね。開いてるの。クラウドやめて。その通り、僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。じゃあ俺心がだいぶ綺麗だね。見えていいそれは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。あ、モーグリメダル。まずは会員になってめっちゃ集めたよ俺。モーグリメダル、あ、会員証ね。モーグリメダル1。きったなやめてクラウド、こういうの思いが詰まってるのよクラウド。汚いね、ダンボールで作った切れ味じゃないか。クラウドやめて。1個しか買えねえ、100個買ってやろうと思ったのに1個しか買えないね。はい、まずはほら、モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしいクポ。いいだろう。メダルを集めてどうするの。もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なるほどね、モーグリショップだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ、次どうする。やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え、え、だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。かわいい。よろしくね。一緒に頑張ろうエアリス。その前にお前何を売ってるか見せてくれ。嬉しいクポ。今日は何かを買いに。ああ、ゴールドソーサーの曲か。ゴールドソーサーの曲はちょっとね、思い出があるから買って。こうシルバーロッドは、いやこれ強いんちゃうん。うわ、なここら辺のやつ結構強い。でも俺何枚持ってるメダル。18でしょ、割と買えるぞ。なんだこれ、クラウドのスキルポイントを増やすやつ。バレット、ティファ。ティファとか欲しいけどね。墓地の鍵って何。5番街スラムの墓地を開く鍵なんて絶対いるじゃん。もう絶対必要でしょ、これ絶対必要。レスキューバッジは、レスキューバッジは戦闘中の HP25% 以下の時自分に対する回復効果が上がる。シップは、戦闘開始時に ATB ゲージが少し溜まった状態で始まる。これも便利だな。スキルポイントとかはさ、この辺は多分買っていいでしょ。あと俺もティファを愛しているからこの辺は買っていいでしょ。あと7でしょ。シップスカーフも買うでしょ。買うね、興味あるね。シルバーロッドは、シルバーロッドもいるでしょ、だって武器だもん。シルバーロッドはいる。毎度ポ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。ストレッチマンみたいなこと言ってんだ。この辺に溜まってきただろ。もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポメダルが足りたら俺も笑えるのか。クラウド探しに行こう。俺も笑えるのか。